ツイートにねあのメダル争いだけではなく本当にすべての国の選手がその国の文化を背負って戦うのもオリンピック素晴らしいところなんだっていうコメントに対して本気でやったことがないんだろうなというコメントをいただいてあの普段だったら多分すごいあのそんなわけねえだろうって思うだろうし自分の人生であのできる環境ではこれ以上なく本気でそこに。 向き合ってきたっていう自負があるので、こんちきしょうって思うところですけど、でもやっぱりその柔道という競技で若くして金メダリストになった彼のその努力っていうのは、容易に想像がつくトレーニングの量とか、あの、人間の量だっていうのはもう、あの、彼の当時の、そのコメントもらってね、あの、その当時の彼の映像をその後見たんですよ。だからそうしたら彼が鍛えた技とか筋力とか、 あ柔道に対する知識っていうのは、もう本当にその僕が積み重ねてきたものよりね、はるかに大きなもので、あの世界の全ての柔道家の頂点に立つものだったっていう。うん、まあまあ、それは当然、あの、僕の活動を見てね、世界のトップまで極めたことがない僕が本気でやったことないんだろうなと思っても仕方のないものだなと思いましたし、ただ、あの、僕の心の中にあるのは、スポーツに向き合ってる、 日々っていうのは僕はもう100%、まあ、陸上は特に5年間女子競技は2年半行いましたけどその2年半で1秒たりとも他のアスリートに負けるようなあの時間を過ごしたことはないと自分の中であのはっきり分かってますしだからそれを、ね、子供の頃から柔道をやって、うん、22歳かなぐらいで世界一になった石井さんのもう十何年間っていう年月に比べれば短いものだから 本気で人生を全てそこにかけたわけではないっていうのを僕もわかってるし、だけどスポーツに対して本当にあのまっすぐ向き合ってきた自分に対しても恥じることがないので、あのイラッとすることがなかったんですよね。それはあの僕は逆に嬉しくて、はい、あの、あ、俺は自分に対してちゃんと誇りを持ててるんだなっていう。 もう未だにやっぱり彼が持ってる金メダルが羨ましいなと思うし、あの、今、ね、堀米優斗選手とか、水谷君、今ちゃん、うん、その他にも大野将平選手、そして安倍兄弟、うん、とかね、あの、本当に素晴らしい選手たちが金メダルを取ってくれてるので、ソフトボール残念ながら負けちゃいましたけど、でも世界一のクオリティを本当に持ってると思いますし、だから決勝戦でアメリカを倒してくれるんじゃないかなと。 大和選手が7回投げ切ってくれて、あ,あの後藤選手と、ね、上野選手、肩を休める時間ができて、最強の布陣で臨める決勝戦はね、うん、もしかしたら最高の瞬間になるんじゃないかなっていう風にも感じてますし、そしてこの後、控えている陸上ですね。4×100 メートルリレー、もしかしたら世界のトップに立てる可能性があるかもしれない。アメリカ強いですけど、バトンパス、 日本が磨いてきた最強のバトンパスでもしかしたらトップに立てるかもしれないとか、うん、マラソンで大迫傑選手がもしかしたらっていう思いも強く持ってますしあいいですね、そしてフェンシングはねあの個人戦あの残念ながらベスト4が最高であと一歩メダルに届きませんでしたけどもでも団体ね、あの男子のフルーレも本当に3人がベスト16に名を連ねて エペもね、本当に多くの選手がそ,そこに名を連ねて、団体戦3人で勝負する団体戦っていうのは、もしかしたら世界のメダルにかなり大きく近づけるんじゃないか。女子のフルーレもその可能性があるし、サーブルもその可能性があるし、はい、すべての競技でまだまだ、あの、熱い戦いが続きますので、ぜひフェンシングを皆さん応援してほしい。そして、地元日本で戦う、松山英樹、マスターズチャンピオンが、 この日本でオリンピックを戦うという,う、これもまた楽しみですしね。ちょっと感動したわ。いや、ほんと感動した本当ありがとうございます。本当あ最高。いや、最高です。本当に。ありがとうございます。皆さん。そんなこんなでちょっと今日は興奮しちゃって、あオリンピック、ちょっ語っちゃいました。はい。